おはようございます、こんにちは、こんばんは。バス釣りの話でございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、はい、自民党の積極財政派かっこ自称岸田総理の羅針盤こと木原誠二さんが、はい、定額減税の、来年もやるかもしないよっていうことを言い出したと。はい、まあ非常にそれはいいことなんですけれども、まあバス釣りの話がね、ちょっといろいろ突っ込むところがあるんですけれども、今日本の時給ギャップって内閣府の試算で約15兆円あるって言われてるんですよ。ただこれはまあいろいろまあ説明はしないんですけれども、まあ実質 GDP がちょっと狂ってて、ちょっと低めに出てるんですよ。それを加味すると15兆円の時給ギャップじゃないんですよね。本当はもっとあるんですよ。その本当はもっとあるっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、まあ実際は多分、倍ぐらいあるんじゃないかな。30兆ぐらい時給ギャップってあると思うんですよ。で、その時給ギャップを定額減税、国民一人当たり年間4万円でしたっけ。これあの大体5兆円弱の、経済効果があるんですけど、ちょっと波及がねどれくらいあるかわかんないんですけど、多分そんな高くないんですよ。おそらく5兆円として、そうだな、1.3 ぐらいあればいいんじゃないかなと、ってことは、5×1.3 ないし4ぐらいだと思うんですよね、乗数効果的には。となるとおそらく8兆円ぐらいの時給ギャップを埋める力があると思うんですよね。ってことは全然足りねえじゃんって話なんですよ。実際は、まあ日本の供給能力から考えると、まあ30兆ないし40兆やってもおかしくないぐらいの財政規模が必要なんですけど、それを8兆円で埋めようとしてるんだからそれは足りないよねと。だから来年もやらなきゃダメだよねって話なんですけど、けどね、筋が悪いことに、この財政政策の逐一投入っていうのは非常に効率が悪いんですよ。なぜなら、時給ギャップっていうのは不況ですから、どんどんそのデフレマインドが悪化していくっていう方向なんですよね。あ、ここがちゃんとね、マインドがインフレマインドになっていくと、金融を引き締めたり、まあ、財政絞ったりする必要性があるんですけど、まあ、そういうことを、まあ、やってるわけじゃないですか。実際まあ、来月ね、電力の、補助金をやめると。で、これももしかしたら、続けるかもしれないって木原誠二さんが言い出したんで、まあかなり選挙を意識した発言なんじゃないかなとバス釣りの話は睨んでるんですけれども、まあ、それはねちょっと政権の中のことなんでよくわからないです、正直。まあ、ただ一つ言えることは、引き締めることと、拡張することを同時にすることは本当にダメなんですよ。打ち消しちゃうしまうんで、でマインド的にも本当にやってくれるのかっていうね、疑念が生まれるんでマイナスなんですよ。じゃどうするかっていうと、逐一投入じゃなくて、例えば、GDP、名目 GDP が700になるまでやり続けるよとか、デフレ脱却もそうなんですけど、みんなの給与が、そうですね、平均給与がいくらになったらまでやるよとか、そういうふうに明確な、決まったことがないと、やってもあんまり意味がないんですよ。なぜなら経済って生き物だから、わからないんですよ。いくら財政出動したら、デフレ脱却できるかっていうのは誰もわからないんですよね。やってみないとわかんない。これがミソなんですよね。まあそういうことをね、加味すると、逐一投入ってのは本当に効率が悪い。だったら、そうですね、一気に、財政拡大して、で、インフレ率を見てやるっていうのが、本筋なんですけど、額じゃないんですよ。経済政策っていうのは。率なんですよ。で、そのことをね、ちょっと履き違えちゃうと、一発で終わりだよとか、来年はやんないよとか、そういうふうにね、マイナスのことを言い出すバカが、大量に現れるんですよね。まあこれ財務省のやり方なんですけど、まあなるべくね、財政政策は少なく、なるべくね、増税は早くというのね、財務省の、そうですね、アイデンティティというか、やり方なんで、まあそれをやり続けた結果、全然ね、財政政策がうまくいかないと。で、これで気をつけてほしいのは、財政政策やっても意味がない。で今大量に財政政策拡張してるのに経済って拡大浮上しないんだよっていうねプロパガンダがね必ず蔓延するんで、皆さんはぜひ間違えないでくださいと。はい、以上の話になります。緊縮財政をぶっ壊す。